皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。自民党総裁選12日告示27日投開票に出馬表明した河野太郎デジタル愛61が自身の X 旧ツイッターに総裁選で掲げる公約の一つとすることを念頭に年末調整の廃止すべての納税者に確定申告をしてもらう。 という案を投稿し、SNS で大きな波紋を広げている。写真、河野太郎氏、無課金おじさん彷彿、5日、インターネット上では、すべての国民に確定申告していただきます、がトレンドワードに浮上。この日、総裁選に向けた公約発表を予定する河野氏の反応に注目が集まっている。河野氏は3日の X 投稿で、 真に支援を必要としている人を正確に把握し、迅速に支援につなげるためのデジタルセーフティネットを作りますとした上で、移行期間を経た上で年末調整を廃止して、すべての国民に確定申告をしていただきます。脱所得の経費だけで入力が必要になりますが、その他の入力、計算は自動でできるので、個人の確定申告がほとんど手間いらずでできるようになりますと主張。 事業者にとって大幅な事務コスト削減につながり所得情報を迅速に把握できるとして必要な人にピンポイントでプッシュ型支援を行うことができるとも訴えた国民全員が確定申告をすることで税と社会保険料の負担額を認識してもらいその使い道にも厳しい目を向けてもらえることも期待されますとも主張しているこれに対し SNS には 裏金暴かれた仕返しかよと河野氏が所属する麻生派でも政治資金パーティーをめぐる裏金疑惑が報じられたことを念頭に置いたコメントが自民党による裏金問題を忘れさせる戦略騙されてはいけない裏金で脱税もどきのことやって何もせず何を言い張るんだ自分の党の襟を正してから言うことではえまず自民党議員の納税学習やるんじゃなくて など、裏金事件や麻生派の裏金疑惑と絡めた批判が相次いでいる。河野氏が主張し、これも批判が相次いでいる、マイナ保険証を念頭に、全国民確定申告のためにマイナカードを取得をご利用しするのが透けて見える。保険証廃止と同じ構図だ、絶対に反対、というコメントや、税務署がパンクするな、実態分かってるんだろうかと。 税務署の負担増加を懸念するコメントも見られた年末調整廃止賛成河野さん頑張れなど賛意を示す声も寄せられているが大乱戦となる自民党総裁選を前に波紋を広げる形となっているどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう